参政党で作りませんか、そういうルートを。頑張る農家を応援するんです。若者の収納を参政党員で支えるんです。みんなでちょっとずつお金を出していいものを買ってあげてね、そして医療費を減らしていくんです。うなぎ登りで上がっている医療費を下げるのはもうこれしかない。もう未病になるしかないんです。未病を作るには食が大事、そして食を作る農業や漁業が大事なんです。食と一次産業をきちっと守り、そして農業をやるのも漁業をやるのも今のところ日本人でしょ。だいぶ外国人入ってきているけど、まだ今ならこの 2,3 年頑張れば、今頑張ってる70代の方々から日本の若者が農業を継ぐことができます。漁業を継ぐことができます。今がギリギリの瀬戸際です。いいですか。あと5年ぐらい経ったらさらに農業人口が 25% 減る。もうすでにこの過去の5年で農業人口は 25% 減ってるんです。そしてまたこの5年で 25% 減るってことは、この10年で農業人口が半減以下になるんですよ。そうでしょ。だからもう受け付けなくなっちゃうの、いろんな技術とか経験値が。だから今こそ本当に正しい理想的な農業や漁業っていう仕組みを作って、そこに税金も投入したらいいじゃないですか。海外はやってるから。別にそれは農家とか、ね、漁業やってる方は甘やこそうとかそんな話ではない、ね、すぐそういう議論になるんだ。日本の農家とか漁業は甘やかされてるから、もっと競争にさらしてね、改善させなきゃダメなんだ、だから自由貿易なんだ TPP なんだってやってきたでしょ。その結果農家とかね、漁業やってる人たちの収入が上がったんですか。下がりました、ね、農家漁業やってる人が増えたんですか。減ってます。だから今まで自民党がやってきた農業や漁業を競争させるというやり方は間違いなんだ。これを大きく方向転換させて日本の食を守る。食を守るということは日本の文化を守ることになる。農業を守れば当然に神社とかを守らないといけなくなる。そうすると神社長の人たちも喜ぶわけですよ。神社長の人は自民党をやめて参政党を応援した方がいい。食と健康というのはこういうことですよ。日本の食をきちっと守り、日本の国民の健康を守り、そして無駄な浪費をさせず、ね、そして医療費が半減できれば消費税もゼロにできるの。医療費を減らして消費税をなくしましょう。もう一回言いますよ。医療費をなくして消費税をなくすんです。そしたら我々は健康で健康になり、そして使えるお金が増えるでしょ。これに反対する日本人はいるんですか。いないですよね。だからみんなで医療費を減らす、消費税をなくす、これも参政党の公約にします。そして最後に国守り。もう国守りの話はしましたよ。国を守るということは、まず国民の生命、財産、命を守る、健康を守るということ、全部つながってるんです。そうでしょ。そして若者が自殺をしなくなるということ、それも教育でなる。教育とか食、これで国が守っていけるんです。その上で経済が立て直ればね、経済は積極財政でいきますよ。政府紙幣、デジタル政府紙幣を発行し、とにかく国民が使えるお金を今の倍ぐらいにしないと、もう海外に買われてしまうから。そしてこの円安をね、アメリカの命令で進めようとしてるけど、円安を食い止め、そして日本を買収されるのを防ぐ、売られてしまった土地をなんとか買い戻す法案を作る。これ以上外国人に土地を買わせない。そしてそうやって日本人が抵抗してくれば、いろんな圧力がかかってくるでしょう。その時に本当に日本人が戦ってでも国を守るという覚悟ができていれば、その時にみんなで憲法を作り、そして日本がしっかりと外国とも軍事的に対抗できる状態を作ればいい。アメリカとの関係は全部見直さないといけない。日米地位協定、ね、安保条約、その他さまざまな取り決めがあります。これをちゃんと僕たちアメリカに行きますから、喧嘩するんじゃない。アメリカにも僕たちのような思いを持っている政治家がいるんです。アメリカのことはアメリカで決めたい。で、選挙で選ばれてないグローバリスト、選挙で選ばれてない国際金融資本の人たちに勝手にアメリカのことを決められたくないと言ったのがトランプ大統領でしょ。参政党が言ってることはアメリカでトランプがやろうとしていることに非常に近い。だからトランプ大統領はマスコミにも取り上げられず、最終的にマスコミにも潰されて、ね、ツイッターにも名前を消されて散々な目に遭いましたよね。参政党も同じことを考えているから、僕たちもマスコミに取り上げられないそしてこれからどんどんと僕たちの周りのスキャンダルが出てくるでしょう。しかしこれは私たち国民と一緒になって乗り越えていくしかない。どんなに誹謗中傷されてもね、そういったことを乗り越えて、しっかりアメリカでトランプ大統領を応援したような人たち、フランスでルペンさんを応援したような人たち、アメリカはアメリカのことはアメリカ人が決めたい、フランスのことはフランス人が決めたい、中国のことは中国人が決めたい、そう思っている各国のナショナリストの人たちと我々参政党が政治的にちゃんとつながるんです。そして変な軍需産業の共同体がね、あるでしょ。アメリカなんて国家の財政の4割が軍需産業なんだから、戦争しないと儲からない人たちがいっぱいいるのね。そういう人たちが無駄な戦争を起こさないように各国の政治家がちゃんと話し合ってね、それでそういった争いを減らしていくんです。そういう状況を作らないと、いつまでたっても世界から核の脅威はなくならないし、戦争はなくならないし、子供たちが戦場に送られ続けるんです。そんな状態を皆さん望めていますか？望んでないでしょ。だから日本のことだけ考えてはダメなの。参政党は国を守るって書いてある、このようにね。でも国を守り、ごめんなさい、理念に国を守るって書いてある。国益を守り、そして世界の大調和を生むんです。世界の大調和というのは日本だけが良ければいいんじゃない。日本のことは日本が決めるよ、でもアメリカのことはアメリカで決めてください。お互いの国益がぶつかるところはしっかりと話し合って、殺し合いじゃなくて、ね、技術協力とか話し合いできちっと折り合いがつくようにやりましょうということを話せる、そういう視点を持った政治家をみんなで育成しましょう。教育、食と健康、そして国守り、この3つの政策で参政党の政策十分じゃないですか。これだけ考えてて政策がないっていうやつはどこのドイツだ。ちゃんと話を聞いてから言ってください。僕たちはちゃんと考えてます。今日本に何が大切なのか、それ以外のこういう重要な政策の下に紐づく政策はみんなと話し合って決めましょうということです。しかし国の根幹が今揺らいでるんだから、そんな枝葉末節な政策論で戦ってる場合じゃなくて、この国の根幹を守る政策を先にやって、その下に紐づくものは後からやっていけばいいんですよ。それが他の政党の政策見てください。枝葉末節な議論ばっかりですよ。あんなので政策がちゃんとありますって言ったらちゃんちゃらおかしい。これぐらいちゃんと国の根幹に関わることを考えて、国民に気づいてもらい、動いてもらう、そういう政治を参政党はやりたいんです。私たちは皆さんをお客さんにはしない、そして皆さんに人参をぶら下げて、ね、選挙の投票を煽ったりはしない。嫌われても本質的なことをはっきりと言って、皆さんの覚醒と覚悟と、そして団結を促します。